ンジ合体完全リスト。シーガリオンクロス&リンク合体完全リスト。バイキングジョーです。今回登場するのはこれ。やっとゲットしました。シンカリオンクロス&リンク合体完全リスト。でもね、このポスターをもらうとき事件が発生したんです。とりあえず事件の内容は動画の後半にってことで、まずは完全リストから見ていくよ。じゃあまずはクロス合体。お、これはテレビでもおなじみ E5 クロス500。続いて E7 クロス500、 N700A クロス500、 800クロス500、次は D6 クロス500、 D3 クロス500、 H5 クロス500、ブラックシンカリオンクロス500。すげえ、これ無敵じゃん。あ、以上全8パターンでした。次はリンク合体。これすごい数だな。じゃあ E5 から順番に見ていくよ。まずは E5 リンク E6、 E5 リンク E7、 E5 リンク E3、 E5 リンク N700A、 E5 リンク H5、 E5 リンク800、 E5 リンクブラックシンカリオン。次は E6、 E6 リンク E5、 E6 リンク E7、 E6 リンク E3、 E6 リンク N700A、 E6 リンク H5、 E6 リンク800、 E6 リンクブラックシンカリオン。次は E7 のリンク合体。 E7 リンク E5、 E7 リンク E6、E7 リンク E3、 E7 リンク N700A、 E7 リンク H5、 E7 リンク800、 E7 リンクブラックシンカリオン。ここからが E3、 E3 リンク E5、 E3 リンク E6、 E3 リンク E7、 E3 リンク N700A、 E3 リンク H5、 E3 リンク800、E3 リンクブラックシンカリオン。ここから N700A、 N700A リンク E5、 N700A リンク E6、 N700A リンク E7、 N700A リンク E3、 N700A リンク H5、 N700A リンク800、 N700A リンクブラックシンカリオン。次は H5、 H5 リンク E5、 H5リンク E6、 H5 リンク E7、 H5 リンク E3、 H5 リンク N700A、 H5 リンク800、 H5 リンクブラックシンカリオン。次は800、 800リンク E5、 800リンク E6、 800リンク E7、 800リンク E3、 800リンク N700A、800リンク H5、 800リンクブラックシンカリオン。次はブラックシンカリオン、ブラックシンカリオンリンク E5、 ブラックシンカリオンリンク E6、 ブラックシンカリオンリンク E7、 ブラックシンカリオンリンク E3、 ブラックシンカリオンリンク N700A、 ブラックシンカリオンリンク H5、 ブラックシンカリオンリンク800。以上全部で56パターン。みんなの好きなリンク合体はあったかな。ちなみにジョーの好きなリンク合体はブラックシンカリオンリンク800。今回の合体では9体のデラックスシンカリオンシリーズが登場しているんだけど、この他にもトリニティとか、あ、ドクターイエローも発売するね。ドクターイエローとかも含めたら一体全何パターンになるんだろう。みんなも自分の好きなクロス合体リンク合体を探してみてね。ってことでシンカリオンクロス&リンク合体完全リストでした。で、最初に言ってた事件、ジョーは息子とポスターをもらいに行ったんだけど、このポスターをもらうときに元気よく合言葉を言わなきゃいけないんです。
息子と合言葉の練習はしていたし、元気に言ってくれるだろうと思って店員さんにポスターのことを話しているとき、事件が発生したんです。店員さんが、じゃあ合言葉をお願いしますと言った瞬間、遠くにママを見つけた息子、逃走。ってなったものの、店員さんを見ると笑顔で合言葉を待っているんです。だからね、ジョーは元気よく言ってやりました。チェンジシンカリオンって。いやー、恥ずかしかった。店員さんも苦笑い。まあでもゲットできたからよかったのかな。ジョーもいろんな意味で成長できたと思います。ってことで、事件というかジョーの小話でした。動画でお話しするか迷ったんだけど、同じ事件に遭遇した親御さんもいるんじゃないかなと思ってお話ししてみました。同じ事件に遭遇されたお父さんお母さん、共感してくれたお父さんお母さん、その他面白いエピソード等がありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ジョーの気持ちも救われます。あ、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイキーン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。